おはようございます。クワでございます。私はですね、昨日に引き続き、バヌアツは首都のポートビラに滞在しております。今日はですね、もうバヌアツ最終日、バヌアツ自体は最終日で、このホテルもチェックアウトしなきゃいけないので、チェックアウトの準備をね、もうサクッとして、もうまとめてある状態です。で、こんだけもうまとまってるのでね、もうあとチェックアウトして、飛行機までの時間をどう潰すかなんですけども、昨日に引き続きですね、ちょっとカジノで遊ぶのがいいかなとか思ってたりするんで、カジノで遊んで、飛行機まで、多分18時50分とかの便なので、それまでね、ここから空港までが20分とかなので、2時間前、16時半とかに出ればね、もう間に合うっていうぐらいの状態なので、そこまでちょっと暇つぶしというか、持て余してるので、全部ね、荷物はフロントに預けて、ちょっとまたご飯とか食べにね、行ってきたいと思います。今日のお昼もね、ちょっと旅行で知り合った方とご飯を食べようよなんていう風になっているので、お昼適当に食べつつ、それまではカジノで遊びつつ、とりあえずチェックアウトしつつ、また戻ってきたいと思います。それではですね、とりあえずチェックアウトに行ってみましょう。These two, right? Yes, that one. And I put this one, right? ホテルでもエクスチェンジ、両替ができるみたいなんですけど、街中でね、やるのが一番いいって言われてて、91ドルあたりが98あれだったんですけど、バツだったんですけど、空港でもね、102バツとかだったんで、完全に空港の方がいいという、ちょっとよくわかんない現象になってます。空港って基本一番悪いので。で、これからですね、とりあえず、ホテルはチェックアウトしましたので、なんだっけ、カジノに行きたいと思います。もうカジノ大好きです。ではここから歩いて、30分くらいなんでね、サクッと散歩しながら行ってみたいと思います。泳いじゃダメな海を通ってます。基本ね、ものすごいやはり綺麗ですね。ちょっとね、ゆったりと散歩がてら、かなり海が綺麗で、いいですよね。もう透き通るという名の透き通るですよね。やはりこういう船が生活の一部になってるみたいですね。なんか至る所で 荷物を乗っけたりしてる船をよく見ます。こうやって海沿いにはハンドクラフトのお店もありますね。というわけでですね、海沿いをずっと歩いていくとカジノが見えてきました。でかいビルがカジノですね。そんなにカジノ自体のスペースはこんなに大きくないんですけど。というわけでですね、本日もやってきましたグランドカジノです。今日もね、あんまり多分お昼までに時間がないので、サクッと1時間ぐらいやってね、サクッと倍にして帰っていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、というわけでですね、お土産を買いつつカジノに行きつつ、結局カジノはね、2000円負けぐらいで終わっております。ここからはね、今ホテルでタクシーを呼んでもらっているので、それにを待ちつつ、空港へと向かってチェックインを済ませていきたいと思います。今ね、とりあえずお昼ご飯も食べたんですけど、結構ジャングルカフェみたいなところで食べて、結構フィレオフィッシュみたいのがかなり美味しかったです。
順調に太りつつあるので、今日の夜もニューカレドニアでなんか美味しいものを食べれたらなと思っております。では、空港の方へ行きたいと思います。タクシーで1500バーツくらいです。というわけで制限エリア内を抜けてですね、飛行機に乗り込みます。こういう風にデパーチャーから歩いていきます。というわけで再びのヌメア国際空港に到着しました。夜です。両替とかをして、街の方に向かいたいと思います。とりあえずですね、ニューカレドニアの入国審査バッケージぐらいクライムを抜けてバッケージの広い出口に到着しました。ポケット Wi-Fi をね借りようと思って、ポケット Wi-Fi のところに行ったんですが、ちょっとですね、SIM カードのところはもう閉まっていて、ポケット Wi-Fi もニューカレドニア国内で使えるポケット Wi-Fi はちょっと今売り切れてるって言われたんで、結局 Wi-Fi なしでございます。でまあちょっともう明日だけなんでね、もう Wi-Fi なしでなんとか久しぶりに、旅をしてみようかと思います。では、シャトルをねとりあえず探したいと思います。予約していたシャトル側のね担当者をすぐ見つけることができました。もう赤いマークでかなり目立つやつでね、もうすぐあれがシャトルだっていうのがもう丸分かりですね。こっちにオフィスがあって、今多分こっからも予約はできると思うんですけど、まあもう僕はね事前に前もってウェブで予約をしていたので、もうバスのとこシャトルのとこ行ってくれっていう風に言われたんで、シャトルのとこに向かっております。今ホテルベルナウにチェックインしました。すごい中国語です。ワンワンズ、まあ、ルームキーだけ渡されてね、 Wi-Fi は部屋の画面に出てきて、エレベーター出て正面って感じです。綺麗なお部屋でございます。なんかね、無機質というか、なんというか、お、めっちゃ広っ。ビビった。めちゃくちゃ広いです。冷蔵庫もちゃんとあって、ソファーまであります。部屋はこんな感じになっております。かなり広いですね。テレビがあって、ソファーがあって、で、まあ外から、外にはですね、何が見えるか、あ、まあちょっとよくわかんない景色が見えるだけとなっております。で、恒例のシャワールームチェックなんですけど、どこにあれがあるのかわかんない。電気が、あ、電気つきました。まあかなり綺麗なお部屋で、まあシャワーもね、なんかわかんない画期的なやつです。まあお湯は出るでしょう。なんか手持ちのシャワー四角いっす。まあトイレも普通に綺麗な感じになっております。というわけでね、一段落することができました。まあとりあえずね、明日は、また民族のスポットみたいなところに行ってみたいと思います。では、また明日お会いしましょう。ではバイバイ。